今回ですけども、クモンの英語と英検について話してみたいと思います。今から2年くらい前で、私が YouTube を始めた頃に、クモンを習い始めて英検5級の過去問をやってもらう動画を作ったのですが、娘は小6でクモンを習い始めて、現在は中2の3月ですが、今月でクモンは退会します。約2年と9ヶ月習いました。慣れ始めた理由としては、中学の英語に遅れを取らないように、あと英検の取得が目的で、中学2年で3級、もしくは12級を取得しようと思っていた感じです。ということで、クモンで約3年習った子供がどの程度できるようになるのか、ご参考になればと思います。うちの子は習ったのは遅い方で、もっと小さい子供は全然多いですが、小6から始めても頑張れば全然大丈夫だと思います。まずクモンは教材が A から O まであって、高校レベルで O まで、最初に英語の習得具合をテストして、うちは F から始めました。 F は小学生の英語ですね。 G2 まで終わると英検5級相当で、慣れ始めてから6ヶ月 G2 まで終了。まだ小6ですね。 G2 は中学1年相当となります。そこで動画に模した過去問をやってもらうと 88%。 なるほど。こんな感じで英検の教材を照らし合わせながら5級からね、受けていきます。まず小6の2月に5級、中1レベルの英語となりまして、 H 教材が終わった時点で4級、2020年の10月に合格しました。中1ですね。次は3級と思っていたのですが、クモンの先生に勧められてクモンの認定テストを受けました。こちらも合格しまして、これをいただいてます。症状というか、ものすごく立派な家庭ですね。3級程度と言われる愛教材が終わったのが中1の割、 J1 をやってるあたりで3級を受けて、2021年の7月に合格。実際には4月に申し込んで、1次試験が5月、2次試験が7月と、全体を通すとね、結構時間がかかります。3級からは2次試験の面接があるので、期間もお金もかかる感じ。1次が受かれば2次に落ちても1年間は免除されるので、なんとかなると思います。クモンでは先生に話しても特別な対策などはなくて、英検の教材を無料貸し出ししてくれる程度で、なので学校の先生に相談して、面接の対策は一通り練習した感じです。あとはネットで調べて、いろいろと対策は練ってますね。12級となると L 教材が終わってないといけなくて、このままだと中3の夏以降くらいになりそうな感じだったので、さすがに高校受験とかぶるといろいろと大変なので、軽教材をやっている段階で、おおよそ高1程度の過程ですが、中2の2月に12級を受けました。過去問をやっても全然ダメで、正解率でいうと 50% くらい。直前でもあまり上がらず状態で受験して、手応えは全くなし状態。問題は回収されたのですが、回答速報が出た後に返してくれて、正解率を見ると全くダメで 50%。 12級にはライティングという問題があって、テーマに沿った作文みたいなものですが、ここに関しては採点ができないので、正確には分からない状態でも 65% くらいはいかないとかなり厳しいと思っていたので、半分諦めて合格発表を待ちました。結果はこちらですが、筆記が37分の20、リスニングが30分の11、単純に見ると67分の31で正解率は 46%。 最悪ですね。でもライティングが16分の15で 94%。 ライティングはかなりの好成績で、結果ね、合格しました。内訳見るとこんな感じで、30分の11だったリスニングも600分の394点で、結構ね、点数の方が取れてました。点数配分が分からないので、思ったよりいい点数でした。早速2週間後くらいに2次試験となるので、学校の先生と練習をして、あとはネットで調べて対策もね、いろいろと考えました。とにかく知らない単語を言われてしまうとどうしようもないので、その辺もね、対策の方をしております。2次試験に関して娘が言うには外れだったらしく、先生が怖くて話しにくかったみたい。でついに合格発表が3月8日で、ネット速報で見事合格。さすがに高校中級程度の英語となると中2では難しくて、そもそもわからない単語が多すぎて、意味すらわからないことも多かったみたいです。中3になる前の取得が理想でしたが、無事合格することができてよかったです。
12級に関しては少し強引な受験となりましたが、こんな感じです。小6から始めて約3年ですが、公文に入会してよかったと思ってます。公文式自体は本人のやる気次第で伸びない方もいると思いますが、プリントの反復練習を繰り返してできる範囲で進めることが大事だと思います。無理に進めて苦痛になってしまうと厳しいと思いますね。こんな感じで小中学で英検取得を考えている方のご参考になればと思います。以上です。ご視聴ありがとうございました。